レクサスイズ・ IS はトヨタ自動車が展開する高級車、ブランドレクサスが販売する4度アセダンである。欧州での展開も見据えて開発されたスポーティセダン。2018年2月現在で販売されているのは2013年に発売された第三世代モデルである。派生車種として高性能モデルであるイズ・ IS、F ・ ISF があり。 それらは2005年に発売された先台2代目モデルのセダンをベースにしたものが販売されていた。なお2代目モデル日本仕様は初代モデルのミニドアコンバーチブルクーペも混在していた。第一世代モデルに相当する1999年発売のモデルは日本国内に限ってトヨタブランドネッツ店にてトヨタアルテッツァとして販売されていた。日本で トヨタ、アルテッツァがデビューした翌年の1999年、同社のレクサスブランド版としてまずはヨーロッパで販売開始された後、北米他でも同様に展開された。北米地域においてはレクサスのエントリーモデルとして人気があり、ヨーロッパでも全長4.5メートルほどの大きさで、高級車とされるセダンはイズが登場するまではドイツ車のみであった。それゆえ、 ドイツ車以外にもライバル車が多くいたことで、欧州市場主義に打ちのめされた歴史のある LS とは違い、歴史的信条による、反ドイツ主義層から非常に高い人気を得た。日本仕様、イコールアルテッツァとの相違点として、直列4気筒、3S、GE エンジン搭載のスポーツモデルが存在せず、逆に、アルテッツァセダンに 2JZGE 搭載車はない。イズは、 全車直列6気筒。そして、内装の品質が、レクサスブランドの基準を満たすため、イズの方が上質であったこと、あとに、アルテッツァには、イズと同様の質感、装備をおごった、最上級仕様である、L エディションがラインナップされるなどが挙げられる。2005年8月、日本でも、レクサスブランドが展開。GS、3代目モデル、SC と同時発表されるが、 両社より1ヶ月遅れの同年9月より販売開始。目標月間販売台数は1800台と発表された。当初は4度セダンのみとなり、日本では実質的な先代モデルとなるトヨタアルテッツァよりも価格帯は大幅に上昇し、ターゲット顧客層も変わる。初代モデルに存在したステーションワゴンモデル、イズ・スポーツ・クロス、アルテッツァ・ジータは、 ラインアップから外れたほか、ハイブリッドモデルは日本国内外向けともにラインアップされない。デザインはレクサス共通のデザインテーマであるエルフィネスに基づき、そこにヤブさメのイメージを取り入れて走りのイメージを強調した。より大柄なボディを持つ GS やトヨタ、クラウン、12代メース180系、13代メース200系などとプラットフォームを共有しており、 イズでは、ホイールベースの短縮、GS 比百二十ミリメートルに伴って一部、サスペンションパーツをイズ専用に新設計している。日本国内においては、排気量三点五リットルのイズ百五十と、同二点五リットルのイズ百五十の二グレードが設定される。それぞれにベーシックグレードとなる、標準使用者、スポーティな走りのバージアンス、最上級仕様の、 バージョン L の3仕様を設定。好みや、使用目的に応じて幅広く選択可能で、イズ250のみ、オードモデルも選択できる、オード仕様には、バージョン S は設定されない。バージョン S は、専用チューンドサスペンションと18インチアルミホイール、前後イサイズタイヤや、アルミフットペダルを装着して、走りに重きを置いたモデルである。最上級仕様のバージョン L でも、 バージョン S に標準装備されている専用チューンドサスペンションと18インチアルミホイール、前後イサイズタイヤをメーカーオプションで装着することが可能になっているが、アルミフットペダルはバージョン S 専用品となるため装着されない。イズ350に搭載される排気量 3456cc の 2GR フスは 318PS を発生。これは、 同型のエンジンが搭載されている GS350 やトヨタ、クラウンアスリートの 315PS よりわずかに大きい数値とな、おり、これは排気系統の違い、車体全長やホイールベースがそれらより短いためにマフラーの全長が短くなっているや、エンジンにイズ専用のチューニングが施されたためである、後に登場するヨタ、マーク X。 2代目 GRX130 系では、パワートルクのスペックが、イズ350と同等となった。その後、2007年には、レクサスのプレミアムスポーツブランド、F、富士スピードウェイに、由来を冠した、専用開発の V 型8気筒5リットルエンジン搭載の、イズ F のほか、2008年には、シリーズ初の2ドアコンバーチブルクーペである、イズ C という、 先代にはラインアップされることはなかった個性的な派生モデルが、伊豆のファミリーに加わった。11月、イヤーモデル制度をしくレクサスブランドの方針に従い、年次改良を実施し、2007年モデルへ移行。主なところでは、バージョン S のサスペンション設定値の変更、乗り心地が硬すぎると意摘があった、トランクフェールリットオープナースイッチ形状の変更が行われている。 また、新たに、バージョンアイが、追加設定され、K4 仕様での展開となった。9月、2度目の年次改良が行われ2008年モデルへ、移行。標準装着アルミホイールの色変更、シルバー、クロームシルバー、運転席、コインホルダーの新規設置、運転席、助手席シートバッグの形状変更、薄型化、鉱石速化容量の増大目的など、 12月には、初の特別使用車、エレガンツホワイトインテリアを発表、700台限定で、日本のみで販売された。これは、バージョン L をベースとし、内装色とシート表皮にメローホワイト、ライトグレーのセアニリン本革を使用し、木目パネルに、ボルドー色のバーズアイメープル、元木目を採用したモデルである。同時に、バージョン I のパネルに、標準設定されるバーズアイメープル、 元キメにバージョン L 及びエレガンツホワイトインテリアの元キメ色と同一であるボルドー色が追加選択、オプション可能となった。9月3度目の年次改良が行われ2009年モデルへ移行。登場から3年を経過していることから、さらなる商品性向上のため、マイナーチェンジに相当する比較的大掛かりな商品改良が行われた。主な追加。 変更箇所は、イズ250にも、総合車両姿勢安定制御システム、ベディムが、標準装備されたことに加え、外装は、フロントグリルバンパー、テールランプ及び標準装着アルミホイールの衣装皿、LED ウインカー内蔵ドアミラーの採用、カラーラインナップの差し替え、変更など外観にも大きく手が加えられた。また、内装は、室内中央のエアコン吹き出し口や、 ナビゲーションモニター周囲のセタークラスターにも衣装変更が施され、より上質で立体的なデザインへと進化。さらに、日本語表記のみだったスイッチのレタリングは、外国人ユーザーの使用も考慮し英語表記も選べるようになった。また、サスペンションのセッティング変更、よりしなやかなセッティングへ変更や、タイヤ銘柄の変更、さらに、 イズ350については、ラジエーターなどの補給類に改良が施され、エンジンの冷却性能を向上させている。同時に、バージョン I が廃止され、再び、バージョン S、バージョン L 及び標準仕様の3仕様構成に変更されている。7月、通算4度目の年次改良が行われ、2010年モデルへ移行。今回の年次改良では、 日本史上専用グレードとしてバージョン F が新たに加わり、再び4モデル構成となった。バージョン F はバージョン S をベースにイズ F の衣装を取り入れたスポーティ仕様である。外観はイズ F と共通イメージのメッシュグリルとリアスポイラーが採用されるほか、また内装もイズ F 用のステアリング、下部に F のエンブレムが入る、同一形状のものやシフトノブ。 サーキット走行にも適したサイドサポートの大きいイズ F 用のスポーツシートバーナンフではブラックホンガワの他イズ F には設定のないヌバック調ファブリックも設定やブラックルーフヘッドライニングスカッフプレート外食されスポーティなムードを演出するエンジンやサスペンションチューニングアルミホイールのデザインやタイヤサイズはベースとなったバージョン S に準ずるがボディカラーに イズ F のイメージカラーであるエクシードブルーメリックが唯一設定されるなどその違いは多岐にわたる。エントリーモデルとなるイズ250の標準使用者は装備が見直され価格も若干引き下げられた。また標準装着イやアルミホイールが16インチへ変更となっている。またボディカラーの新色追加差し替えが行われイズ 250C のみに設定されていた。 カトレアマイカメタリックが追加された。さらに、同年発売された、イズ 250C の開発の際に導入された、ボディ各部の強技術、A ピラー部の補強部材追加、ステアリング系統の支持合成工場、サスペンションパーツの取付部の合成工場など、が転用されて、ボディ構成が向上し、走行性能の、さらなるレベルアップを図った。同年12月、 特別使用者の X エディションを発表。イズ250の標準使用者をベースとして、さらに装備を厳選するも、専用ブラックファブリックシートや、センターコンソールリッド、ドアトリムと本革ステアリングのステッチを専用色のオレンジに変更して、アクセントのある内装に仕立て上げている。価格も、標準使用者より20万円以上廉価な設定とした。 2010年8月25日にマイナーチェンジし、2011年モデルへ移行。フロント周り、リアコンビネーションランプ、アルミホイールのデザインが変更となり、洗練されたイメージを強調。ヘッドライトは、レクサスの新たなデザインアイコンの一つである、L の文字をあしらったシャープなデザインの LED、ポジショニングライトとなった。また、専用サスペンション、電動パワーステアリング、 専用18インチアルミホイールを装備した F スポーツを新設し、代わりにバージョン F を廃止。また、i s 250の 2WD 社はエンジントランスミッションオルタネーターの制御などを改良したことで燃費を向上し、平成22年度燃費基準プラス15%を達成。環境対応車普及促進税制に適合した。同時に、 レクサスの日本開業5周年を記念し、イズ250をベースに内装にブルーを大胆にレイアウトし、コンソールアッパーパネルにホワイト塗装を施し、爽やかな室内空間を演出した特別使用車、アートワークスを発売。2008年に発表され、翌2009年から発売されたコンバーチブルにドアクーペモデルである。レクサスとしては SC に次ぐ、 コンバーチブルにドアクーペとなる。電動開閉式のメタルトップは軽量なアルミニウム合金製であり、屋根の自動開閉は20秒の短時間で行われ、かつ静かな開閉が実現されている。エクステリアカラーとインテリアカラーを豊富に用意され、セダンとの差別化が図られている。また、フロントバンパーのデザインもよりシャープなものに変更され、フォグランプが S, S 風の丸型になっているイズシリーズとしては初めてフロントウィンドウの上部にダークブルーのトップシェードが入れられているほかリアコンビランプにはセダンとは異形のものが採用されている。なおセダンには設定されているスポーツサスペンションを搭載するバージョン S は設定されていない。ただし専用18インチアルミホイール、標準装着の17インチも IZ。 C 専用デザインとなるタイヤ、アルミ製フットペダルのオプション設定はある。2007年、V 型8気筒エンジンを搭載する高性能モデル、イズ F が発表、発売された。ニューチャプター、レクサスの集大成として、真の走る楽しさの体現を開発のキーワードとし、気持ちよい走りとスポーティなデザインをさらに高めた、レクサススポーツセダンの像として開発された。 ラインアップでは、イズ初のハイブリッドモデル、イズ 300H を新設定。新世代直噴技術、DE-4S を採用し、最大熱効率38.5%を実現した、直列4気筒2.5リットルエンジン、2AR ス姿に、1 k ム型モーターを組み合わせ、システム最高出力は 162kW、220PS を発生する。トランスミッションは、 電気式無断変速機を採用。6速シーケンシャルシフトとパドルシフトも採用している。また、ハイブリッドバッテリーの配置を最適化し、従来困難だった鉱石への6、4分割可藤式シートの採用を可能にしている。その他のエンジンは、先代からキャリーオーバーとした。イズ250には、V 型6気筒2.5リットルの 4GR 姿、イズ350は、 V 型6気筒3.5リットルの2 g r ス型を搭載。両エンジンともに最高出力と最大トルクの数値は仙台モデルに対して変化はない。トランスミッションでは、イズ2 5 2は仙台から引き続き6スーパーエクト、スーパーインテリジェント6速オートマチックを採用。また、イズ3 5 2は電制御8速オートマチック。 8スピード SPDS を新搭載。最短0.2秒で変速する M ポジションでのダイレクトな操作感を特徴としている。また、イズ250の未電子制御、オードが設定されている。なお、2015年7月の一部改良時に直列4気筒2.0リットルターボエンジンを搭載するイズ200トン、2017年10月よりイズ3 0に解消を 追加設定。また、イズ 300H には、オード車が加わっている。従来のスポット溶接より、溶接が転換ピッチを細かくすることができる、進行法、レーザースクリューウェルディングや、ボディを面で結合し、たわみを抑える、構造用接着剤の採用、さらに高調力鋼板の採用拡大などにより、ボディ剛性の向上と軽量化を両立している。また、F スポーツには、 電子制御で乗り心地とハンドリングを両立させるナビ AI-AVS や専用チューニングのサスペンションを採用。また、イズ 350F スポーツには四輪ソーである l d h レクサスダイナミックハンドリングシステムを採用。ドライバーの操作に対し理想的な車両挙動を実現すべく車速やステアリング操作などに基づき四輪のタイヤ切れ角を最適に制御。 高速走行時の車両安定性、山岳路など中速走行時での軽快なステアリングレスポンスを実現している。エクステリアは、レクサスの新デザインアイコン、スピンドルグリルのほか、新たにヘッドランプユニットから独立させて、L 字型を強調した LED クリアランスランプを採用。また、サイドビューでは、シャープなプレスラインや前輪の後方から、 リアエンドまで一気に跳ね上がるロッカーラインが特徴。ボディサイズは仙台モデルに対し、全長は 80mm、全幅は 15mm 拡大され、ホイールベースは 70mm 延長。また、前後ワニ WD 車は仙台と変わらず、オード車は 15mm 低くなっている。インテリアでは、ホイールベース延長等やシートデザインの改良により、 鉱石膝前空間を仙台比で 85mm 拡大。仙台モデルに対し鉱石の居住性が改善されたほか、鉱石6、4分割可藤式シートを新採用し、実用性が向上した。デザイン面では水平基調のインストルメントパネルを採用することで、視界の確保や車両挙動の把握しやすさに配慮するほか、指先の上下動に合わせて感覚的に、 エアコン温度の設定が可能な電子機温度調整スイッチをレクサスブランドで初採用。また、ナビディスプレイと連携し、ナビゲーションやオーディオなどの情報をメーター内に表示するマルチインフォメーションディスプレイ、マウス感覚で操作できるリモートタッチを採用した。安全装備では車線の逸脱を検知してブザーとディスプレイ表示でドライバーに警告する。 レーンデパーチャーアラートをレクサスでは、初採用、F スポーツ、バーナンルにメーカーオプション。また、走行中、ドアミラーで確認しにくいやと速報を走行する、車両を、純ミリ波レーダーで検知し、ドライバーに注意喚起することで、車線変更時の安全運転を支援する、ブラインドスポットモニターも、新設定、F スポーツ、バージョン L にメーカーオプション。また、1万1の事故の際、 フード工法を瞬時に持ち上げ、歩行者頭部への衝撃を緩和するポップアップフード本装備もレクサス初設定を全車標準装備としたほか、減速性能を向上させたプリクラッシュセーフティシステムも先代に引き続き全車にメーカーオプションとしている。また、2016年10月のマイナーチェンジでは予防安全パッケージレクサスセーフティシステムを全車に標準装備とし、 安全性能の強化を図っている。トヨタ自動車田原工場第3製造部のレクサス専用製造ライン及びトヨタ自動車九州宮田工場で製造されている。なお、イズ 220D、イズ 250C、350C についてはトヨタ自動車九州宮田工場に生産が一化されている。ほぼ同時に発売された GS と同様に メーカーの隅々にわたる品質管理でカスタマイズは困難を極めたがトヨタのセミワークスであるトムエスや大手アフターパーツメーカーであるブリッツをはめとする社外品メーカーがカスタマイズに成功しているさらにサードがイズ二百二十 d に搭載されている六足ミッションをベースにクロスレシオ化や強化クラッチフライホイール専用コンピューターに加えイズ二百二十 d の内装パーツを パッケージ化した 6MT コンバーションキットを販売している。また、日本国外では、レクサスハイパフォーマンスと名打ってレクサスと TRDUSA が共同開発したイズ専用のハイパフォーマンスキット、19インチアルミホイール、エアインテーク、マフラー、サスペンション、ブレンボ製6ポット &4 ポットブレーキキャリパー体型ドリルドローター。 ボディ補強パーツなどを、レクサス発の公認チューニングパーツとして、デーラーで販売している。2008年、平成20年により、トヨタセリカの後継車種として、スーパー GT の GT300 クラスに、フォーミュラ日本の RV8JA エンジンをミッドシップ搭載した、イズ350が参戦する。イズ350で参戦するチームは、チーム竹内。 レイシングプロジェクトバンド、前車は第2戦から参戦予定だったが、車両の完成の遅れで第3戦から参戦を開始、後車は第2戦までは前年度と同じ FR のセリカで参戦し、第3戦から参戦を開始した。そして、第7戦では最後尾スタートからの追い上げで、初優勝してみせた。そして、翌年の2009年、平成21年は、 レイシングプロジェクトバンドーが開幕戦での優勝を含め4回の表彰台を獲得し、オリド学ぶ片岡達也組がシリーズチャンピオンに輝いた。2011年、平成23年はチーム SG ちゃん2がチーム竹内の使っていた個体で参戦し、第4戦で優勝を遂げている。2008年に車の味付け探しの旅と称して24時間レースの 前哨戦となる VLN 開幕戦に伊 a 二2 5 0で参戦。豊田昭雄、平田康夫、佐藤久美のドライブでクラス2位を獲得した。2009年の VLN 第2戦にもルファと共に伊 a f がプレイングマネージャー的立ち位置で参戦。ドライバーは成瀬博、志、高木実、勝又義信。トップのルファと SP8 クラスワンツーフィニッシュを飾った。 同年、VLN 第8戦に、プライベーターとして、山内和則、ピーター・ライオン、松田修士が、イズ・ F で参戦、クラス優勝した。2010年には、山内、松田含む、ワールドカーアワードのメンバーたちが、イズ会で、ニュル24時間に参戦、総合59位、クラス4位で完走した。2016年からは、レクサス専門チューナーのノベルレイシングがイズ・ F で、 たびたびニュールに参戦し、表彰台に上がっている。2008年に、イズ F のワンメイクレース用車両のテストカーが発表され、2011年に、イズ FCCSR の名で発売された。安全装備のタフェンダーや、ウィングなどが、カーボン化により、軽量化されているもの、エンジンブレーキトランスミッションは市販車のイズ F と同じである。CCSR の開発は、 ニュルで行われ、2011年に VLN 第9戦、木下隆之、高木実、佐藤組、2012年の VLN 開幕戦では、山内和則、飯田明らがステアリングを握った。レースは現在まで、インタープロトシリーズと閉催で行われている。d 1に、イズ220、初代、イズ250、2代目が出場したことがあるほか、2009年に、 アメリカのフォーミュラ D に吉原大二郎が2006年型のイズ350で出場していた。2012年と2013年にはがフォーミュラドリフトアジアシリーズでイズ C をドライブしチャンピオンになっている。愛知県の星が岡自動車学校では2006年にイズ250を高速道路用教習車として導入した。デクサス車が教習車に採用されるのは これが初めてである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。